直線追い込み勝負でサスキルを狙ってきます。3番栃木の菊池が土屋ライン3番手で残り2周を切りました。赤番周回に入って4番土屋がどこで上がっていくのか、1番成田が後ろを見ながら1番前、そして1センターから2コーナーで4番土屋がペースを上げて上がってきました。1番成田は車を引いています。成田は車を引いて4番手から4番の土屋が先行体制で2番の宮沢3番菊池ライン3車が出て引いた1番成田は4番手自力まくり勝負になってきそうな感じです。4番土屋がまだ後ろを見ながら2番の宮沢3番菊池で最終回1コーナー1番成田4番手7番の大内6番松江本田が1番後ろで4番土屋がペース上げた2コーナーからバック番手2番宮沢3番菊池が続いて成田がまくってきました。成田のまくり3番手2番手の外ですが宮沢の横を乗り越えられるかどうか粘る4番土屋横の待った4番土屋番手から宮沢大外に広がって本田も来ましたが宮沢ゴールインかわずかに宮沢か最後本田が迫っての一応争いになっています。7番北海道の小原は坂木田ライン続く感じからの勝負になるか赤番周回に入っていきます。1番の飯島真由紀が続いて5番の広瀬2番の相澤3番手4番坂木田が4番手でどこで上がっていくのか難関勢4番坂木田が仕掛けるタイミングを伺って2コーナーからバック少し車間を上げていきました。1番の飯島が前で待つ感じから4番坂木田依然として4番手遅い仕掛けになって3コーナーから2センター1番飯島そして4番坂木田がかまし気味に切りました。前では1番の飯島も踏んで飛びつけるか4番坂木田がその外を叩いていて飯島が懸命に飛びついていて2番手並走になりました。4番坂木田先行勝負で番手1番飯島が粘って伊豆田と攻防になっています。バッカル3コーナー4番坂木田がパワー全開で逃げる2番手3番手まだ S を続いているが伊豆田が守りました。3番手も6番の福間難関勢か横の待った4番坂木田番手から3番伊豆田坂木田だ坂木田逃げ切ったゴールイン坂木田逃げ切りを決めています。3番埼玉の台が栃木の若手に目標を絞ってこの2人が上がってきました。5番の福田3番台と上がって前の地元勢を抑えていくそして今度は4番覚醒が仕掛けていくのか4番覚醒5番の福田を抑えてきました。2コーナーからバック覚醒が主導権に変わって6番の伊藤2番成木を出て今度は地元勢の巻き返した7番山崎が一気にいった河村が続いて地元の2人が難関勢に迫ってきますが4番覚醒も内側こらえています。しかし7番山崎が叩き切りました。1番河村が続いて地元勢主導権最終回4番覚醒が3番手6番の伊藤2番成木を出5番福田は後手に回って6番手2コーナーからバック中段後方を動いていけるか4番覚醒が3番手からまくり返すが逃げる地元勢覚醒遅れた福田がそれを見てまくり込んできました。2センターグルンコーナーあるいは2番の成木を粘る地元勢横の待った7番山崎1番河村外から福田も来た前広がった一応からそういうゴールイン最後はどうか福田か7番山崎との争いか短期になった福島の伊藤がまずは静岡勢に続いていますが1番小林が上がっていって7番荒木を抑えに行きました。小林が一旦埼玉勢を下ろしていきます。2番の伊藤が続いての4番手引いた埼玉の3車が後ろからになりました。1番小林が後ろを見ながら今日も先行になるか7番荒木がかましに行っている7番荒木がかましてきました。前では1番小林なんですが埼玉勢一気にできるそうだ7番荒木がかまして3番の小玉5番の小島までできりました。1番の小林は4番手2番の伊藤は内詰まりの感じになっています。埼玉の3人が抜け出して1番小林その後ろ2番の伊藤に変わりました。2コーナーからバックそして小林がまくり返してきました。小林まくり2番の伊藤が乗っている番手から小玉も出るか3コーナーからセンター1番小林まくり迫りますが2番手から3番小玉大外2番伊藤横の待った1番小林2番の伊藤広がった小林かわずかに小林か最後1着からそういうゴールイン。
2番菅原が上がって前の関東勢を伺っていく赤番周回、3番三好も突っ張ろうとしているんですが、少しペースが上がって2番菅原が抑えてきました。菅原抑えて7番花田、4番佐藤で引いた3番三好は4番手からなっています。田中は関東勢の後ろで主導権難関になるか。2番菅原が後ろを見ながら7番花田、4番佐藤で三好が巻き返してきました。三好の巻き返し、今度は関東勢が叩いて前に出るか。2番の菅原も内側抵抗してもがき合いになりました。しかし外3番三好が叩き切っての最終回、1番の石川、5番の小沼と関東3社ができりました。2番菅原4番手もう一度動けるか。2コーナーからバック、関東3社が逃げる。3番三好番手絶好の体勢、1番石川、そして5番の小沼、2番菅原が立て直して4番手からまくりまくり込みで3番手の外ですが、逃げる関東勢、横の待った3番三好、1番石川、外から小沼、石川だ、石川差し切ったゴールイン、石川差し切りを決めています。2着続いた5番小沼か。5番の茎原が上がりました。2番の山下、赤番周回に入ってきます。中段から前の近畿勢を伺ったのは埼玉勢、5番の茎原が7番水谷を抑えました。その動きに難関の2人が続く感じになって、3番桃本が3番手の外、7番水谷を抑えながらになって3番手に3番桃本、引いた7番水谷は5番手からになっています。5番茎原が先行勝負になるか。2番山下、3番山本3番手、7番水谷5番手で水谷が先に後ろから巻き返してきました。前では埼玉勢もペース上げている。後ろの肥後が水谷の後ろ離れていますが、主導権は5番茎原、2番山下も離れ気味で、そこを7番水谷、その後ろは3番山本が乗って続いている。そして6番佐藤と難関勢が続いて乗ってきました。7番水谷はまくり切って、しかし後ろは3番山本、6番佐藤が続いて、この3人が抜け出して、今度は山下がまくり込みに追い込んできますが、横からまた7番水谷、3番山本、外から山下、山本差し切りとゴールイン、山本が差し切りを決めています。4番西谷、1番村上と上がってきました。赤番周回に入ってきます。北日本勢の横から前の関東を伺って古川は車を引きました。4番西谷が前に代わって、5番佐藤が3番手の外、6番古川その内側で、今度は5番佐藤が仕掛けてくるのか。4番西谷が前で5番佐藤が前に出てきました。抑えて3番佐々木、7番金沢と北日本勢3人が出て、そのまま5番佐藤が先行勝負になってきそうです。4番西谷が中段をキープして、6番古川後手に回って6番手になりました。5番佐藤が先行勝負での最終回、番手絶好の体勢が3番佐々木、7番金沢続いて4番西谷、4番手1番村上で2コーナーからバック、後ろから古川も動こうとしていますが、逃げる北日本勢、4番西谷が合わせてまくっていきます。3コーナーからセンター、しかし古川が行った、古川が行って関東勢どうか、前に飲み込むのか。番手から佐々木直線、3番佐々木、外から2番坂本、1着争いゴールイン、1着争いハンドル投げ合いどうか。新田が上がっていくのか。難関三者、2番の新田が上がってきました。赤番周回に入ってきます。前の1番中田を伺っていって、中田もどうか、前で突っ張るのか。しかしここは南関東が抑えました。2番新田が先頭に変わって、7番石毛、4番岡本、6番武田が切り替えて4番手、1番の中田は5番手からになっています。中田5番手、2番新田が先行になるのか。中田は5番手の位置、少し車間を空けながら、2番新田が依然として前、1番中田が2センターかますような感じで前踏み込んでいっていますが、前では2番の新田も踏んで、今度はもがき合いになります。内側こらえる難関勢、外を叩きに行った福島なんですが、1番中田はできれません。2番の新田が先行勝負で、7番石井が番手、1番中田は3番手4番手で福島勢苦しくなりました。前3人難関だ、2番の新田、7番石井、4番岡本で難関勢の勝負になるか。サイドなんとか1番中田がサイドまくり込んできました。横の股、2番新田、7番石井の追い込み、4番岡本、石井田差し切ったゴールイン、難関ワンツースリー決まっています。
中段難関勢飯田の横、そして前の中金を伺っていく赤番周回、2番の小林が4番筒井を抑えてきそうです。4番筒井が内側、そして今度は1番の飯田が仕掛ける。1番の飯田が小林を抑えて先行体制を取りそうだ。2コーナーからバック、小林は中段の位置になります。小林は中段、4番筒井が6番手からやりました。主導権難関勢で1番飯田が今日は先行勝負になりそうだ。3番筒井、6番川口で2番小林が4番手、4番筒井は後手に回って6番手、難関三者主導権での最終回。1番飯田がペースを上げて番手3番筒井、6番川口続いて2番小林4番手、まくっていけるか。2コーナーからバック、2番小林のまくりなんですが3番手の外、少しどうか伸び変えてる感じか。3番筒井の横まで行っていますが、後ろから4番筒井のまくりも飛んでいる。番手から3番土屋、横のまた3番土屋、2番小林、内から6番ですが3番土屋差し切ってゴールイン。6番川口とマンツー決まっています。矢口が上がってきました。桜井、内藤と続いて藤根も少し突っ張ろうとしていますが、ペースが上がった。藤根が内側突っ張りそうだ。矢口も抑えに行ったんですが出られません。藤根が突っ張りました。関東勢は再び5番手以降になって望月が中段切り替えている。主導権北日本勢だ。5番藤根が突っ張り先行から7番箱田が番手、2番の平沼、6番も続き、3番矢口は5番手でサイド仕掛け返せるか。5番の藤根が前でペースを上げてきました。7番箱田が番手絶好の体勢だ。2番平沼が続いての最終回、6番も続き、3番矢口5番手で1番桜井、4番内藤の順、1センターから2コーナー、逃げる北日本勢、5番藤根、7番箱田、2番平沼、6番も続き、矢口動いていけない。3コーナー、前の北日本勢か。5番藤根、7番箱田、2番平沼が内をついてきた。内から平沼、横のまた5番藤根、平沼、箱田、平沼か、1着争いゴールイン。どうか、わずかに藤根逃げ切ったか。早めに宮下を1番、6番鈴木が抑えている。115期の2人、中段6番鈴木が宮下を抑えながら赤番周回前に踏み込んでいきました。5番の相笠、3番佐藤と福島三者出て、2番の竹山が4番手、宮下も巻き返しに行ってるんですが、前で福島の三者がペースを上げていきました。6番鈴木、しかし宮下は巻き返しに行っている。今度は主導権争いになるか。相笠の横まで宮下行っていますが、2番竹山は中段の内側だ。主導権福島勢になるか。6番鈴木、5番の相笠、外懸命に1番宮下なんですが、2番手の外、1コーナーから1センター、4番市川続いて、今度は市川が自力でいくか。2コーナーからバック、竹山がその後ろ通過になっている。市川が自力まくりで先頭に変わった。そして2番竹山、7番の荒沢が続いてきました。この3人が抜け出しての勝負だ。竹山が踏み込んでくる。横のまた4番市川、2番竹山、7番荒沢、竹山だ。竹山抜け出した優勝ゴールイン。竹山が優勝を決めています。今度は末木が巻き返していくのか。3番高橋が車間を置きながら気にしていますが、末木行った、末木行って、高橋も反応しました。両者のもがき合いになった。3番の高橋、外を抑えに行った6番末木なんですが、関東勢は外の行く感じからどうか、少し体勢崩れたか。3番高橋が突っ張り切りました。7番松谷が続いている。4番山田、この3人で末木遅れて、2番の山口が今度は4番手、自力にチェンジして、1番の柿沢、5番の小林が続いて、主導権は3番高橋の最終回。高橋が逃げて、7番松谷番手、4番山田、2番山岸4番手、まくっていけるか。松谷車間を切った。2コーナーからバック、山岸が自力でまくっていますが、逃げる高橋、番手まくりで松谷出た。松谷が出ていって、その後ろはどうか。4番山田、あるいは内を救った柿沢、そして外を2番山岸、横のまた7番松谷、1番柿沢、松谷、柿沢、松谷優勝ゴールイン。松谷です。番手まくりから優勝のゴールを飾りました。